はじめまして、大好きな音楽へずっと考えてたこと、どうか聞いてほしくって伝えたいことがあって、ちょっと照れくさいけれどずっと思っていたこと、こんなお手紙に込めて届いてくれます。どんな時もあなたの言葉、声を聞いているだけで力が湧いてくるんだ。ねえ笑ってたいよ、どんな時もっても辛いくらい痛い日もあるけどね、あなたに触れるだけで気づけば、この世界が色鮮やかになる、花が咲くように。笑って泣いてどんな時だって選んでいいんだ、いつでも自由に、今日はどんなあなたに出会えるかな、この世界が終わるその日までなり続けて、怖いほど大好きなんだ。受け取ってどうか私の思いを。